インターリーグレッドソックス1から4ドジャース2024年7月19日ロサンゼルスレッドソックスの吉田正隆外野手31が19日日本時間20日敵地でのドジャース戦に5番 DH で先発出場した9回にリーグ2戦ぶりの安打とする中前打を放ち4打数1安打だったがチームは1の4で逆転負け 救援前からの連勝が2で止まった。今月15日に31歳の誕生日を迎え、この日が31歳となってからの初戦。第1打席は右飛、第2打席の中飛はいずれもいい角度で打ち上げたがいずれも凡退に倒れた。試合後、いい角度で上がりながらボンダとなった要因について、もう少しスイングも早く入るでしょうし。 技術的には難しい球をうまく拾えたと思いますけど、あともう少しのところが今の現状じゃないですか、と振り返った。第3打席は空振り三振に倒れたが、3点を追う9回は先頭打者として中前打で出塁。しかし、1死後にスミスが閉殺打に倒れて試合が終わった。この安打については、スライダーでちょっと詰まりましたけど、ゴロにならずにしっかり力が出たと思う。 と分析。しかし、打線が繋がらなかったことには、ああいうところで繋がっていければよかったですけど、と残念だった。試合前はドジャースの大谷翔平、山本義信と日本選手3人で談笑した。なかなか会う機会が、大谷がナショナルリーグに来たので、僕自身もこの球場は初めてですし、すごくいい雰囲気だなと思いました、と話し、ドジャースの印象については、 歴史があるし、たくさんの日本人の選手がプレーしている場所。吉信もいますし、今回は対戦はあれでしたけど、素晴らしい球団だと思います、と話した。また、試合前に代理人を務めるスコット・ボラス氏と長時間会話をしていたことには、少し深い話をしていた。ここではちょっと話せない、と話すにとどめた。